キャスリンシー・ソーントーンは、アラバマ州、モンゴメリー出身のアメリカ合衆国の科学者、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。現在は、バージニア大学の工学応用科学部の副学部長を務めている。ソーントーンは、テネシー州オークリジ出身のステファン・ T ・ソーントン、博士と結婚している。ケネスとマイケルという二人の義理の息子、キャロル、ローラ、 スーザンという三人の娘がいる。父のウィリアム・シー・コーデルと母のエリザベス・コーデルは離婚している。夫の母ヘレン・ィー・ガードナーと夫の父バートン・ブラウン・ソーントンも離婚している。趣味はスキューバダイビングとスキーである。ソーントンは1970年にモンゴメリーのシドニーライナー高校を卒業した。1974年にはオーバーン大学で 物理学の学士号、1977年にはバージニア大学で物理学の修士号、1979年にはバージニア大学で物理学の博士号を取得した。1979年に博士号を取得すると、北大西洋条約機構のフェローシップを受け、ハイデルベルクのマックスプランク各物理学研究所で研究を続けた。1980年に、 バージニア州シャーロッツビルに帰国し、そこのアメリカ陸軍海外科学技術センターに就職した。1984年5月に NASA により宇宙飛行士の候補に選ばれ、1985年7月に宇宙飛行士となって飛行ソフトウェアの検査等に携わった。1989年の STS-33、1992年の STS-49、 1993年の STS-61、1995年の STS-73 と4度の宇宙飛行を経験し、21時間の宇宙遊泳を含む975時間を宇宙で過ごした。これは第14次長期滞在でスニータ・ウィリアムズに抜かれるまで女性としての宇宙遊泳の最多時間の記録であった。 彼女は1996年8月1日に NASA を退職し、バージニア大学の教員となった。ありがとうございます。